皆さんこんにちは。大学総合教育研究センターで助教しています中澤と言います。今日はあの司会などを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。まずですね、えっと今日のこのワークショップの目的を簡単にご説明させていただければと思います。まああの目的はですね、一年間お疲れ様と皆さんをまあねぎらって、ポジティブな振り返りの機関を機会を提供しつつ。 異分野の教員とネットワーキングも生かしながら次の1年の挑戦に向けた見通しと目標や手立てを持って帰れるようにするっていうのが今日ののワークショップの目的になりますでこのワークショップがまあ終わる頃には皆さんはきっとこうなっているだろうということなんですけれどもワークショップ今日のワークショップではさまざまな振り返りですとか悩みや課題の共有あと解決するヒントの情報や共有を行いますそういったワークを入れております。 そういったものを通じて東大教員としての不安が少しだけ解消されていたりあるいは教育研究などに関する不安悩みを解消するヒントや情報を皆さん何か持ち帰っていただいたりあとはですね皆さん既にこの参加者皆さん同士のネットワークに参加できるっていうのがこのワークショップが終わった頃に皆さんが到達している状態になるかなというふうに思います。 でまずですね、ちょっと開会の挨拶ということで、私どものセンターの准教授中原准よりですね、まあ、私が新任教員だった頃というふうにタイトルはつけておりますが、簡単な挨拶を、えー、させていただきます。こんにちは、えー、中原と申します。東大に来て、まあ、ちょうど13年ですね。13年経ちました。で、まああのセンターで教員をしながらですね。 学際情報学部で大学院生をこう育てて、まあ、もうそろそろ4人ぐらい博士が出たかなって感じです。まあ,あの振り返ってみると13年あっという間でした。まあ、ちょうどこのなんだろう。ワークショップのテーマがダイブっていうことなんだけど、本当にダイビングみたいな感じで東大に来ました。でもこの。 当時はね、まあ今はちょっと違ってきてますけれども、ダイブした先に何か浮き輪があるかって言うとクソもないんですよ。で、あと泳げみたいな感じで、あの本当ひたすら泳いで13年経ったなって感じがいたします。で、今日皆さんは多分いろいろ悩みとか、まあ普段抱えているモヤモヤみたいなのを出していただく機会になるのかなと思うんですけれども、短く僕が当時のことをちょっと思い出してね、あの少しどうしようかなみたいに思ってたことっていうのはいくつかあります。 ただ一つ授業でいくとどこのレベルにこう大学院の場合どこのレベルに合わせて話していいかわからないすごいやつはすごいしまあ社会人経験した方になってきてあんまり経験のない方だと学問の中心的なところがあんま分かってないまあ統計とかなんてまさにそうだと思うんですが僕は誰に向けてこうなんか抗議したらいいのかなどのレベルで抗議したらいいのかなみたいなことを最初1年すごく悩んでた記憶があります。 でもなんかそのことを、ね、誰かに相談できたかっつうとあとはまあ多分皆さんもそうだと思うんですが僕も1年目は人気がついてましたで。その時にやっぱり、まあ、センターの事業そしてまあ授業でやらなきゃいけないことがたくさんあってですねあのどこに優先順番つけてこのキャリアを生き抜いていこうかみたいなことですごく悩んでた感じがします。 3つ目はもう,こう昨今ですけれども私ももう40今年で3になるんですが子どもができたあとですねまあ研究の時間なんて全然なくてですねまあ研究室に行けばまあ学生の指導とか本当そんなのばっかりでじゃあどうやってこうまあこれもまあバランスに何ですかね仕事とまあリサーチとリサーチって仕事と授業とそしてまあ,ワークあのライフこういうもののバランスをいかに維持していこうかみたいなことで悩んでた時期があります。 ただ当時は黒いようですけれどもダイブがああってもと泳げって言った <laughs> で、まあ、皆さん今日はあの、ねまあ、ちょっと短い時間になると思いますが私どものスタッフがまあ1年に1回こうした形でなんかダイブスウィームじゃなくてね少しダイブしていただいてした後にねちょっとまあ同じようにダイブした方々とネットワーキングになるような機会がありゃいいなと思って、まあ、多分すごく準備してくださったんだと思います。ぜひあの えー、まあ楽しんでてくださいっていうかあのいろんな人とのつながりや出会いを楽しんでていただければなというふうに思いますどうもありがとうございましたではですねもう一度今日のワークショップの目的をえっ、ー、と振り返っておきたいと思います、まあ、ポジティブな振り返りの機関機会を、えー、とをあの皆さんに提供したいなと思っていますでネットワーキングの機会にもなればなというふうに思っていますであの まあ目標や手立てをぜひ何かしらですね持ち帰っていただけるとまあ私たちとしてもすごくうれしいかなというふうに思っております。でですね今日のスタッフなんですがスタッフの人手を挙げてください。 <laughs> 外にも今ちょっと2名ほどいますが、あのまあこのメンバーでえっ、ー、と今日はこのワークショップをまあこれまで企画もしましたし、今日の運営も行っています。何かのわからないことですとかあのご質問などありましたらあの遠慮なくですねお聞きいただければというふうに思います。であのここでですね一つですね私たちのプロジェクトについてもちょっとだけ紹介させていただければなというふうに思います。まあ先ほど中原の方からもですね大部、まあ といいいうプロジェクトででで飛び込んで泳いでいるみたいな説明があったかと思うんですけれどもまさにその通りでですね東大に教員として飛び込んだ皆さん今そういった中にさなかにいらっしゃると思うんですけれども私たちの思いとしては泳ぐ時ダイブしてですねすごく深い海の方に 海の深い方に行ってしまうとすごく呼吸も苦しくなったりですとかあと海自体広くてですねまあどこに自分がいるのかちょっとわからなくなるみたいな状態になることもあるかと思うんですけれども是非東大で新しい世界例えばきれいな海の姿ですとか新しい魚を見つけるですとかまあそういった経験をしていただきたいなという願いを込めてこのダイブというプロジェクトの名前になっています。 でですね、あの実はこれ、大部の,、まあの,のロゴマーク東大なんですけれども、まあ、東京大学の東大とも一応かかっているというような形になります。であの今,日今年のコンセプト去年のコンセプトはワークショップのコンセプトはシチリアでした <laughs> シチリアでした。 で今年はハワイですなのであのグループ名にも実はハワイのの島々の名前を付けさせていいただ何いいで,でですねシチリアとかハワイとかそういったコンセプトを作っているかというとやっぱりあのそのさっきも言ったようになかなか泳いでいるとですね苦しいこともあるんじゃないかと。 でぜひ楽しい海あのこう快適な海っていうのを皆さんに経験していただきたいというふうな思いを込めてちょっと非日常感を出したいねっていう意味もありまして今ぜひ非日常感普段とはふ普段の業務とか研究ともちょっと違う空間かなと思いますのでぜひそれを楽しんでいただければなというふうに思っています。 ということで、ちょっとワークショップのイントロダクションはです、ね、この辺りにしまして、実際この後ですね、ワークの方に入っていきたいと思います。でここでスタッフの田中の方にバトンタッチをいたします。改めまして、今日よろしくお願いいたします、えー。特任研究員をさせていただいております、田中智樹と申します。えっ、ー、と、今日はえっ、ー、はワークショップのパート1、前半部分を担当させていただきます。でよろしくお願いします。 でえっと、パート1のワークショップなんですがこんなふうにちょっとタイトルをつけてみました東大若手教員にによる海底探索ワークショップっていう風に名付けてみましたでなんでこういうワークショップの名前になってるのかっていったらあの体験していただければ少しずつ分かってくると思うんですがまずちょっと、えっと、先ほどから「だいぶだいぶ」っていうふうに出てるんですが、えっと、東大に教員とし,、えー、としてまず皆さん飛び込んだわけですが。 えと飛び込む時は、まあ、研究バリバリやるぞであったりあとはまあ教育も頑張っていかなきゃなあとはまあ業務もしっかり回していかなきゃなっていうふうにそういう意気込みでおそらく、えー、飛び込んでいかれるんだろうなっていうふうに思うんですが中に、えー、部局の中に入っていてズブズブっと行くとあ慣れないことを教えるの大変だなと。 ま自分の研究分野と少しずれたことはあったりっていうのを教えあの授業を持たれることもたくさんあると思います。どういう風うに教えていいかなっていうことであったり、あるいはまあ、学生にどんなことを何を選んで伝えたらいいんだろう。そもそも自分の授業が面白いのかなっていうようなことどん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 こう不安が出てきたりすると思います。 あとは私もそうですが若手研究員の場合だと人気付きだから早く研究成果出していかないとなっていうふうにこう焦りを感じていったりあとは周りに同じような立場の人がいなくて相談できないなっていうふうに追い込まれてしまったりあとは大学それぞれあの違う大学から来られた先生方もあの大学って結構暗黙のルールがあったり。 少ししずつ変わっってていったりしてなかなか思うように業務が進まないなっていうような悩みって日々日々感じられているんじゃないかなっていうふうに思います。あとは人間関係も刻々と変わっていったり偉い先生との関係だったりということにも若手教員は常にさらされているのかなっていうふうにも想像します。 であとはすで、えー、にもうお子さんがいらっしゃったりあるいはパートナーがいらっしゃったりで、えー、子育てこんな忙しくてできるんだろうか逆にこんなに子育て忙しくて、えー、お仕事研究できるんだろうかっていうふうな声も、あのー、私たちの研究員の中からも仲間たからも聞こえてきたりします。でまずは、えー、東,京東大にダイブしてみて困ったな難しいな大変だなっていうふうにかんどんなことを感じられているのか。 今日はまずは近い分野の方とあるいは近いような研究手法を使っている方と今一緒になっていると思うのでそこのモヤモヤを共有するところから始めたいと思います。で、えっと、テーブルにこれからこういう何も書いてないブランクのカードトランプみたいなカードをお配りします。でお一人4枚手元に手札を取ってください。今ちょっとお配りしますね。はい ちょっと輪ゴム外していただいて、お一人四枚手元に置いていただければと思います。はい。で、あのトートバッグの中にペンをが入っているので、もしよろしかったらこの今日ダイブペンですね、使ってみてください。で、四、えー、<laughs> 枚あのー、お配りしているんですが、これ実は四枚であることにちょっと意味があって、こんなことを書いていただきたいと思います。一枚目は教授業や教育に関するもやもや悩み。 を書いいてくださいでもう1枚は、えー、研究やキャリアパスこれからのキャリアをどういうふうに組んでいこうかなっていうようなことに関する悩みを書いていただければと思います。で3枚目は、えー、とワーク・ライフ・バランスいろんなあプライベートな事柄とあこう付き合わせながらお仕事されていると思うので、えー、このワーク・ライフ・バランスに関わるような悩みを書いてください。で最後の1枚は、えー、リソースです。えー、どんなこととを想定していいるかっていうとお 誰かとのコミュニケーションのつながりであったりあるいはこんな情報があったらいいのになっていうようなそういうリソースの部分でここ足りてないなこんなものがあったらいいのになっていうモヤモヤがあったら書いてくださいこういうふうに1今4枚の紙に1,2,3,4それぞれの今一番切実に感じているモヤモヤを書いていただければと思います例えばこんな感じです業務が多すぎて研究を進められないみたいな形であの本当にふわっとでいいので、えー、書いていただければと思います で3分ほどもう少し取るかもしれないです三3分ほどまずお時間を取らせていただきたいと思いますではよろししくお願いします。 それではえっ、ー、とちょっと1回区切りたいと思います。で、皆さんすごく丁寧に書いていただいてありがとうございます。そのカードが今日とっても重要になるので、えっともう少し持っててください。で、まずはグループ内でどんな悩みが出たかシェアしていただきたいと思います。だいたいそうですね。1人1分ぐらいで、あのこんな悩みがあります。あの思いつきました。っていうのを、あのグループ内でシェアしていただければと思います。 では、えっと、引き続きじゃあグループ内でよろしくお願いします。 では、それえっと一旦ちょっとこちらに顔を向けていただければと思います。まだちょっとあの共有し、たりないところもしかしたらあるかもしれないんですが、ちょっと次のターンで深めていただきたいなと思います。で、えっと次なんですが、チーム内で今皆さん44つの手札それぞれ持ってると思うんですが、それをまず1234授業教育と研究キャリアパスえー、3がワークライフバランス4がリソースだと思うんですが、それにえっと分けてください。えっと。 1>, 1の山2の山3の山4の山っていうふうに4つに分けてくださいでその上で私は例えば授業教育を担当しますよ私は、えー、研究キャリアパスを担当しますよっていうふうに、えー、とそれぞれのカテゴリーごとに、えー、と担当の方を決めてくださいで2名のグループ3名のグループはあの今回はリソースについてはちょっとパスして、えー、とこの3つで、えー、分担しようかっていうふうに決めてください で、えー、決めていただいたら、えっ、ー、とグループシャッフルをします。4つの島に分かれて、今度はあのそれぞれの、えー、皆さんがも集まってきたこのこの中のすべてのえっ、ー、と授業教育についてのモヤモヤがこのテーブルに集まるというような形で担当するテーブルに行ってください。ちょっとジグソー法をあのアレンジしたような感じです。ジグソー法っていう教条があるんですが、そんな感じでやってみたいと思います。 なのでまずえっ、ー、とグループで担当を決めてください。よろしくお願いします。<laughs> さて担当決まりましたでしょうか。担当決まりましたかね。大丈夫ですかね。じゃあ大丈夫かな。じゃあえっ、ー、と <laughs> 一の担当の方、授業研究の方ここの島に集まってください。 2の担当の方はこの島3はこの後ろ4はここですじゃあまず最初に簡単にあの自己紹介だけよろしくお願いしますその後この次のワークについて説明したいと思いますなのでえっとまあ1人30秒ほどで本当に簡単なえっと自己紹介をよろしくお願いしますはい 自己紹介大体終わりましたか、もう少し時間欲しいって方いますか、大丈夫ですかね。じゃあ、次のワークに移りたいと思います。今、同じカテゴリーのモヤモヤが手元に集まっていると思います。各グループの方から、こういう意味で、こういう文脈で、ここにモヤモヤしているんだよって、お話を少し。 先ほどシェアしていただいたと思うので簡単にこんなもやもやが出ましたっていうのをシェアしてください少し人数が多いグループがあるので、えっと、時間かかるかもしれないですけどこれと似てますっていうのがあったらその時にあの一緒に重ねてあのシェアしてもいいかなっていうふうに思いますじゃあまたちょっと時間を取りますので、えっと、グループ内でえっともやもやをシェアしてくださいでえっと輪ゴムで止めた3枚のカードを追加で配布しています そちらの追加のカードについてもちょっと見てみてください。うん、これも追加のカードで、ドはい、見てみてください。こんなよくあるモヤモヤです。 えとだいたいシェアしていただいても少しこう似たようなものを島にしてくださっているチームもあるかなと思います。でこれから、えー、と今分類していただいたものとちょっと違うかもしれないんですが新しく,く配ったお魚のシートをちょっと使いながら分類をしていただきたいと思います。す。分類の仕方はここうでで番ちっちっゃいお魚、魚れが、えー、小魚クラスです。 どういうことを言ってるかというとこのモヤモヤは自分の努力や工夫でなんとか改善できそうだなヒントがあ,りあればどうにかなりそうだなっていうのをこれを小魚クラスでこの一番、えっと、向かって左片上にあるちっちゃいお魚のところにマスキングテープがあると思うのでそれでペトってそこの近くに貼り付けてください。2、えっと、つ目が中型クラスです。これは誰かとサポートがあれば仲間がいればどうにかなりそうだな 分担すればどうにかなりそうだなっていう程度のもの。これを中型クラスでえっ、ー、とその右肩上ぐらいにいる。あの、ちょっとグロテクスクなお魚に貼ってください。で、えっ、ー、と最後が大物クラスです。これはもう捕まえたらビチビチレベルのあの、もう組織レベル、根本的な解決がないと、ちょっと手に負えなそうだなっていうものは、この大きな魚のところに集めてください。 じゃあこの小型中型大物でちょっと分類する作業をパパッと取り組んで頂ければと思いますよろししくお願いします。 はいいかがでしょうか、ちょっとテーマによってだいぶあのこう分類しやすさ、しにくさが変わってたのかもしれないですね、特にあのワーク・ライフ・バランスのところは結構、問題が重層的で、あの多分小魚のうちにやっつけられるものとそうでないものと、どのレベルで対処すればいいのかなっていうのがあるような感じがしました。で少し,あのしあのお魚の上に分類できたかなと思います でここから,、えっと、さらにこ、えっと、こんなことをしていいたただきたいですすで、えっと、にもうお話にも出てた感じがしましたが、えっと、それぞれのモヤモヤに対する改善策や改善に向けたアイディアを今度は、えっと、横にある付箋に書いてその、えっと、カードの近くにペタペタっと貼っていってほしいなと思います。 これはえっと自分で小魚の場合はこうすればいいっていう具体的なものが出ると思うんですが大物はどううしようもないいとところがあると思いますただこんなサポートがあったらいいな大学にこんな機能があったらいいなとか子どもを預けられる場所がもっとあったらいいなとかそういうえっとまあアイディアでも構いませんので貼っていっていただければと思います。ななのでこれからはいろんなあの こういう人はこういう風うにやってたよ。みたいなちょっとアイディア出しをして、改善策に向けてえっとちょっとえモヤモヤをあのワクワクの方に向けていきたいなと思います。それではまた時間ちょっと長めに取ろうと思います。では、よろしくお願いします。 それではちょっっとと時間区切ろうかなと思いますささて皆さんどうなったでしょうかあのたくさん出してくださっているところとやっぱりなかなか解決策難しいなってところはあるのかもしれません。ちょっと今グループごとになっているのでこれから皆さんでシェアしていきたいと思います。でたくさん出ているのでポイント2つに絞らせてください。 まずは、えっと、共有したも,もやもやあるいは共感したあこれは本当そうだよねっていうふうにあの話題に上がったモヤモヤを教えてくださいそして2つ目が、えー、それいいかもそう確かにそういうやり方あ,ありですねっていうような解決策だったりそういうのあったらいいねっていう解決に向けたアイデアレベルでもいいので、えっと、出てきたもの全体にシェアしていただければと思います。 ちょっとシンキングタイムというかあの整理する時間を一分ほど取りますのでグループでもう一回ちょっとざっとあのマップ見てみてくださいそれ終わったらえっと一のグループからえっと全体にシェアさせていただければと思いますよろしくお願いします小物中中型大物それぞれちょっと出たものを順番に見ていただければと思いますよろしいでしょうか。 いいですかね。それではちょっと全体でシェアする時間を取りたいなというふうに思います。えっとまあ小物クラスあんまりいなかったというあのチームでやらないとどうしようもないねというところもあるかもしれないんですが。 小物、中型、大物クラスの順番で、こんなもやもや出ましたっていうのと、こんな解決に向けたアイデア出ましたっていうのを簡単に全体にシェアしていただければと思います。まあ、1分から2分ぐらいを目安にえっとお話しいただければと思います。では教育えっ、ー、と授業教育チームからお願いします。 ありがとうございましたあ,と、まあ、あの学会をベースにしたつながりっていうのが大きいのかなとも思いましたが一方であのこの場自体があの一つの人的リソースを獲得するというかあの協力し合えるような場合になればいいななんていうふうに改めて思ったのとあと実はこの後のレクチャーで、えっと、東大が持っているいろんなリソースについて実はあのまだご存じないものもあるのかもしれない。 がえっとリソースをあのすてあの調べて持ってきてくださっていますのであのそちらもあの聞いていただいてぜひあの新しく活用するリソースの一つに加えていただければと思いますでそれではえっとこの第1部のワークショップここで、えー、一旦一区切りとしてえっとリソース等々について中田先生からレクチャーいただきたいと思います、えー、ワークショップあの参加していただいて本当にありがとうございました。 ではああの私の方からですね今紹介がありました通り東大がもうすでに実は提供しているリソースというのもありましてそちらの方をですね紹介させていただければと思います。でまず今の皆さんどんどな状況でしょうかということでこの荒々しい海もしかしたらこの海に皆さんダイブをしているのかもしれないというのをまあ今もやもやいろんな課題とか悩みを出して頂い,いてそんなところをちょっと感じていただいたかなとは思うんですけれども。 まあ特にこの4つの分類ですねカテゴリーでそれぞれ出していただきましたでまあこういうふうにまあ悩むそれぞれについて、まあ、おそらくあのお一人お一人ですねどこの悩みが深いかというのはおそらくさまざまだと思うんですけれどもまあいろいろに悩んでいらっしゃる状態ではないかと思いますただあの、まあ、できればですねこういう穏やかな海に行きたいですよね各研究であったり、えー、授業だったり ワークライフバランスもリソースだったりそれぞれの分類カテゴリーについてできれば穏やかな海ハワイのような海にたどり着いてほしいなというふうに思っていますで、皆さんもきっとそうなりたいなというふうに思ってらっしゃるかと思います とということでリソースの紹介なんですけれども実はですね「森、え、林、ー、教員のためのリソース」というウェブページを私たちの,あのプロジェクトのページのサイトの中にですね作っていますで。こちらの方にですね、例えば東大で開かれる FD に関するイベント情報を知りたいとか教える方法を知りたいとか大学,教員で大学教員生活で役立つ情報を知りたいですとかそういった学内 東大が提供しているそれぞれの、えー、情報でですとか、えー、まあ、パンフレットのへのリンクですとか、そういったものを提示しているんですけれども、こちらのサイト、まあこのページをご覧いただいたという方いらっしゃいますか？いらっしゃらない。あ、ありがとうございます。いらいらっしゃいましたね。ありがとうございます。であとですね、今日の配布物なんですが、えー、トートバッグの中にたくさん冊子ですとかチラシが入っていたかと思います。でこちらもですねリソース にあたりますでこのウェブページでも紹介しているリソースを、まあ、いくつか持ってきた形になりますしでこの後もですねちょっと簡単にですねいくつかピックアップして紹介させていただければと思います。でこのスライドの中にこの星マークオレンジ色の星マークがついている、えー、ものに関しては皆さんのトートバッグの中に入っているリソースになりますのでまた目を通していただければというふうに思います。でまず最初に授業教育 についての、まあ、東大が公式、公式にというか、オフィシャルにですね。えっ、ー、と、まあ、出している情報だったり、まあ、プログラムだったりというのは。えー、こちらの、まあ、三つをピックアップさせていただきました。で、先ほどですね、ここには載せてないんですけれども、このスライドにはないんですけれども。百五分の授業をどうするかっていうのが、こちらの。 グループでも出ていいたと思いますであのお手元のです、ね、配布物にプラス15というピンク色と、えっと、青色の冊子があるかと思うんですね。こちらちょ,ちょうどです、ね、90分から105分の授業に変わったときにです、ね、プラス15分をどう使うかということで作られた冊子になります。 あのまあ、具体的にその15分で使える、えー、と授業方法だったりですとか、まあ、実際に、まあ、先生方の実践どのような実践をされているかというような情報が載っておりますのでそちらに目を通していただくとまあ、あとはですねアクティブラーニングというのもこちらのグループでちょっとキーワードとして出ていたかと思うんですけれども。まあ 先ほどもワーク1でもジグソー法というやり方でやっていますというような言葉がありました。まあ、そのジグソー法ですとかポスターセッション、ピアレビューのやり方なんかをですね、動画で見ることができます。こちらは東大テレビというウェブサイトでですね、えー、教養学部の教養教育高度化機構の皆さんがえと作られた動画を見ることができますので、こういうのを参考にしていただくのもいいかなと思います。 あとは授業のやり方ですとか、まあ、授業をどうやって計画するかというプログラムとしてフューチャーファカウティープログラムというのをあの私どもの所属しているセンターの方で開講しています大学院生向けの授業ではあるんですけれども、えっと、若手教職員の方も応募可能ですで、えっと。次の4月からの授業に関してはまだ応募が始まってないんですけれども、えー、おそらく3月以降にですね募集が開始されるかと思いますので、えっと、そういうのもご参考になるかなと思います あと、やはりこちらの研究あ違う授業のところで,です、ね、出てきたのが英語で授業をどうするかみたいなのがあったかと思うんですけれども実はこれも私どものセンターで,です、ね「イングリッシュアカデミア」というオンラインコースを開講しておりますつい23日前にです、ね、あこれは去年からです、ね、オンラインコースを始めたんですけれどもつい23日前に新たに今年度分のコースというのを、えー、と追加させていただいております。でこういういのも、えーまあ 主にです、ね、内容としては研究生活の英語について学習できるオンラインコースなんですけれども実は裏にはですね,ね、まあ、t a としてどう振る舞うかというような内容もそうですし授業をどういうふうにこう1時間の時間 講義をどうううやるかっていうのもそうですし例えば英語で授業をするときにグラフなんかを提示することもあるかと思うんですがそういったグラフをどういうふうに講義の中で説明していけばいいかという、まあ、単語レベルからもそうですがそういったものがあ,のありますのでぜひこういうのも参考にしていただけるといいかなと思います。あと授業教育でですねこれもどこかで出ていたかもしれないんですけれども学生とのトラブルが怖い、まあ、要は学生対応をどうするかというような、えー、悩みもあるかと思います。 これの参考になるリソースとしてはです、ね、先ほども出てきた東大テレビというサイトで困難を抱えた学生に教員が対応するときというような、えーとまあ、モデルケースを用いた動画というのがです、ね、出ていますのでこういうものも参考になるかと思います。あとはまあ最近学生ももちろん対応になってきていますのでバリ,バリアフリー支援室などが出しているガイドなんかも参考になるかと思います。あと研究キャリアパスなんですが 研究に関する情報っていうのもです、まあ、もちろん 東大研究大学ですのでたくさん出してはいるんですけれどもその中で今回はこのま3つをピックアップさせていただいていますまあ、研究資金獲得に向けたような研修の動画を見ることもできますしあとこれは配布資料に入っているんですが東京大学における研究支援制度ですとか若手研究者の皆様を対象にしたさえっとチラシですねリーフレットのようなものも配布されておりますのでそちらをご覧いただければと思います あとはワークライフバランスですね。まあ、これは先ほどのワークでもあのなかなかまあ解決が難しいっていうのがあったかと思いますが、まあ、東大の中ですと、男女共同参画室などがまあ様々な取り組みです。とか、えー、リソースを提供されています。で、実は私もですね。今、お腹の中にあの子供がいまして、あの生まれた後どうしようっていうのがすごく <laughs>。あの悩んでいるところです。ただでさえ研究時間を確保するのが難しいのに。 その後どううなるんだろうって夫も働いてるしどうなっちゃうんだっていうのがすごく悩んでるところではあるんですけどももしかしたらこういうところが出しているリソースとか情報っていうのが参考になるかもしれません。あとですね「ゆう東京ウ e ーメンっていうですね研究者ネットワークを作ろうというイベントもえっ、ー、と。います。 男女共同参画室がですね開催をしていましてちょうど今年はえっと3月ですかねチラシがおそらく入っているかと思うんですが、えっと、開催されるようですので、まあ、そういったものに参加されるのもいいかなというふうに思います。で、まあ、こちらのグループにも考えていただいたリソース、まあ、情報ですとか人的ネットワークに関してなんですが、まあ、これは ですねまあ、このワークショップでぜひネットワーキングをしていただいてあのいろんな情報を交換していただいてうちの部局はこうだよこうだよ私はこうしてるよこうしてるよっていうのを情報交換していただくといいのかなというふうに思います。でまあいくつかリソース紹介させていただいたんですが特にあの例としてあの追加のカードとしてワークライフバランスのところに多分入っているかと思うんですが「コインも仕事も研究もって難しい」ですとか。 あ,のまあ、あとそちらにもありましたが業務が多すぎて研究を進められないとかもっと研究自体楽しみたいんだよねみたいなこういったも,やもやととかか悩みもあるかと思いますで、まあ、正直なところこれらに該当するような,なんか参考になるようなリソースっていうのは私はちょっと見つけられなかったんですけれども、まあ、これもまあここで話し合ったアイデアなどがですねきっと役立つのではないかなというふうに思います。 ということで、えっと「もやもやカード」を用いた、えっと、ワークではさまざ、あ、まな、あ、グループの中でですねさまざまな人の経験談とか解決策なんかを話していただいた、まあ、シェアしていただいたかと思います。今レクチャーで簡単ではございますがあの東大が公式に出しているリソースというのを紹介させていただきました。こここれを踏まえてです、ね、一度ここでですすねね一度皆さん個人にちょっと変えるような えっと簡単なちょっとしたワークをやっていただければなというふうに思っています。多分皆さんいろいろのですね課題とか悩みとかをあの抱えていらっしゃるかと思うんですけれども、特に困っている悩みとか課題っていうのを一つ選んでいただいて、で先ほどのワークで話した、えー、同じグループの人から聞いたえっ、ー、と解決策とかアイデアなんかを踏まえて。 あるいはリソースの情報を踏まえて自分ならこう解決できそうこう解決したいというのをお手元の付箋にその右側に付箋のちょっと絵を描いてあるんですが付箋の上のところにこういう課題自分ならこう解決できそうだこう解決してみたい。 いうのを書いていただくというのを、今から少しの時間ちょっととえっ、ー、と取りますので、やれできればなというふうに思います。で、これをですね。書いていただいたのは、特には名前などは書く必要はありませんので、あちらのですね。私の解決方法というあのポスターがホワイトボードに貼ってあるんです。けれども、あちらの方に付箋を。 ぜひ張り出していいたただきたいなとでそれをですねまたぜひ皆さんで、えー、とこれから休憩に入りますのでお互い見合ってあどんなことが書かれているのかなというのを共有していただければなというふうに思います。ということでちょっとあのお手元のです、ね、付箋1枚につき1つの課題で何枚書いてもいいです1つだけでもいいですしど何個の課題でもいいので、えー ちょっと自分だったらこうしたいな。自分の課題はこうだ。自分だったらこうしたいな。こう解決したいなというのを、ちょっと書き出す時間を数分取りたいと思います。じゃ、そろそろ一旦、ちょっと席の方にお戻りください。では、あの、後半の方ですね、始めていきたいというふうに思います。あの、まあ、これまでですね。えっ、ー、と、まあ、ワーク1、えー、もやもやカードを使ったワークだったり、あと、まあ、解決策の方も書いていただいたかと思いますが、まあ。 ぜひですね研究あ教育も研究ももっと楽しみたいもっと充実させたいというふうに、まあ、これから皆さんですねどん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 目標とか手立てを持ってってもらいたいなとちょっと今今日のワークショップ最初スタートはネガティブなところをちょっと海の深いところをちょっと泳いだかと思うんですがだん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 ここから上の方に上がっていければなというふうに思っています。 でまあ、そのためにはです、ね、同じ境遇の人と話すこと議論することそしてこれまでの自分を振り返ることが役立つと思うんですね。でこの後半のワークではこれまでの自分を振り返るというのをやっていきたいというふうに思います。でここでですねスタッフの調子の方にバトンタッチをしまして今度はワーク2つ目のワークの方に移っていきます。えー、皆さんこんこにちは えと自己紹介のメールの方で町を,を支える調子ですというふうに送らせてもらった調子と申しますちょっと僕名前字が珍しいので町を支える調子ですとあと調子に乗ってる調子ですというあの2パターンの自己紹介があってあのメールでどっちを送るかなっていう色々迷ったんですけど一応街を支える調子ですと送りました、えー、とじゃあこれから僕担当しますのでよろしくお願いします。えー ワーク2の方をですね。始める前にちょっとあの皆さんのこの名札を見ていただくとハイビスカスの絵が描いてあると思います。これはあのハワイ感を盛り上げるということの意味だけではなくて、えっとこれ実際に今から使います。何をするかって言うと、えっとハイビスカスの色と。あと机の上にえっとテーブルマークでもう一個ハイビスカス出ていると思いますんで。 同じ色の、えー、机の方に動いていただいてそのその席でですねこのからワークしたいと思いますえっ、ー、と荷物もいろいろ持って動いていただけたらなと思いますじゃあ席替えをお願いしますはいありがとうございます、えー、じゃあ今日後半はこのグループでですねやっていきたいと思いますけれども、えー、最初にまああのー。 ね、あの今出会いの場面ですんで、まあ、またちょっと簡単に、えー、と自己紹介をできたらなというふうに思います。えっ、ー、とグループ全体でちょっと3分取ります人数によって1人1分できるとこともうちょっと短いところあると思いますけど、えー、グループ全体で3分取りますのでご所属とお名前とあと前半の感想をちょっと簡単に一言ぐらい、あのー、という感じで、えー、と自己紹介していただければなと思います。ではいきますじゃあ用意スタート 僕の初ティンシャーはまあまあだったと方に自分で今思ってますすいまません変なこと言いましたじあ自己紹介今、今終わったと思うんですけれども、えー、我が国でどんなことをやっていきたいかというとです、ねえー、ちょっとこの画像を見ていただくとさっき一回も出てきていると思いますけど、まあ海といえばこういう荒波ですねバシャンバシャンってすごい大きな波がぶつかるような荒波もあれば一方で こういうい、ね、落ち着いたすごいこう気持ちの穏やかになるような海す,のすごい綺麗な景色もあったりすると思うんですけどあの、まあ、どういうことが言いたいかっていうと、まあ、海に例たえた,たのは何かっていうと、まあ、東大に皆さんこう就職されてからすごくこう荒波に揉まれるような大変な経験ももちろんすごくあったと思うんですけど一方でなんかこう素晴らしい出来事とかこれうまくいったのはすごくよいい時間だったなっていう経験もです、ね、あ,のあると思うんですよね。 でワーク1では主にモヤモヤということでこのなんかこう難しいことが起きているなということをこう振り返ってきたんですけれどもワーク2の方は一方でちょっとこうなんか気持ちいい海のような素晴らしい体験をですねちょっと振り返っていけたらなというふうに思ってます。で少しえっとお話しするとポジティブ心理学っていうものがあって、えー、こちょっと読みたいと思うんですけれども失失敗敗しないいいためには失敗から学ぶのがいいだろうと、えー、それも大事かもしれないけれどもしかし成功するためには失敗から学ぶのが正しいのだろうか。 成功するためには成功から学ぶっていうことも重要なんじゃないかということでまああのーまあ、失敗からこうなんでしょうね得てしてこうリフレクションとか振り返るとか反省するっていうと何が問題だったんだ何が課題だったんだろうって考えることって多いんですけどもあえて、えー、こうポジティブな出来事から、あのー、何かを学ぶことでより前向きな推進力が生まれるような振り返りもできたらなというふうに思いますんで我が国ではあのー、成功体験を振り返る。 ととといいいいううここををやっててきたいと思まますで、えー、こんなワークをしてみましみょう成功体験の例えば例えばで言いますけれども「何々ができた時は嬉しかったな」「何々の授業うまくいったな」「何々の時寿命、えー、は田部署とうまく連携できた」あるいは「何々の話はスムーズに進められた」などなどですね、えー、どんなことでもいいんですけれども、えー、うまくいったこの1年間数年間の間これはこうやってみて、えー、うまくできたなっていうことをちょっと 思い浮かべてくださいゼ。ゼロってことないですよね。<laughs> ゼロってことはないと思います。なんかなんかあると思います、えー。それをですね、ちょっと掘り起こしていこうというふうに考えてみますね。ちょちょっといいですかね。ちょっと考えてみてください。 もう少しちょっと説明しながら進めていきますのでその間ちょっと、ね、思い浮かべるようなことをしてもらえたらなと思いますけどその成功体験の振り返りをどんなふうに進めるかっていうとこういうやり方で振り返ってみます。作作っっっって語っててて語語振振りり返返るると。と。これ何を表しているかちょっと今ちょっとちっちゃいハテナがちょっと出てるかもしれないんですけども何かっていうとオブジェを作ってそれをもとに語っていくということをやりたいと思います。 えー、今からオブジェ作るんですけどきれいなものを作るっていうよりは先ほども言った通り作って語ってなので対話のきっかけとして作りたいなというふうに思っています、えーまあ、こんなような感じでいろいろですね、まあ、こういうのとかこう何,でしょう、ね、何を表してるんだろうって分かんなかったりするかもしれませんけどもこうやって作ってそれをもとに対話をするとこれはが目的ですでじゃあ準備をしましょう。えー もう一回お題を確認しますけれども、ええー、とうまくいった。っていうのを感じた場面、成功体験ですね。これを振り返ると思います。このブロックで作ってみるという感じですね。で、と、人形が含まれていると思いますけれども、これを使って作ってくれると、あの。後で喋りやすいかなというふうに思います。で、例えばですけど、あの作るコツですね。作るコツは何かというと。手を動かし続けるということです。持ったものはもうくっつけちゃう。 ってことで,す、ね、で得てしてありがちなのがこういうの作ろうああいうの作ろうってまず頭ですごい構想してそこから作り始めるっていうのがよくあるんですけどそれよりも,もうまずもう握ってこうつけちゃうとでつけてるうちにあそうそうこんな感じで作っていけばいいやってアイデア出てくるので、えー、とにかく、えー、持ったらくっつけるっていうのをやってみてくださいすごく正確に作る必要はありませんあのイメージで OK です 最初にもあの申し上げたんですけれどもお話をするのが目的なのでお話につながるような感じなんかイメージ湧くような感じで作ってくれればそれで全然 OK ですさあ,あの何度も振り返ってますけどもお題を確認します、えー、うまくいったっていうのを感じた場面を作ってください例えばこんなようなことですねで、えー、と先ほども申しましたけれども人形を使うとやりやすいかなというふうに思いますよろしいでしょうか、えー、と5分間ですね時間を取ろうと思いますいいですか だいたいこの今喋ってる間にイメージ湧いてきました。大丈夫ですかね。いきますよ。じゃあ五分間で作ってください。用意スタート。 はいえー、ちょっととこれで、ね、終わりたいと思い思ます、あのー、5分って結構こういうワークショップやるんですけど僕あの結局いろんな時間数でやったりするんですけどちょうどいいのがやっぱり5分でこれ長くするとどうなるかっていうとお城ができてきますみんなだん,だん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 大きくなってお城になっていくっていうのがパターンなのでまあちょっと,、えー、と腹8分目というかちょっと足りないぐらいで5分ぐらいでちょうどいいかなというふうに思いますで、えー、とここから先はですね先ほども申しました通り作った後なので語っていきたいと思いますでその前にちょっと えっと真ん中に結構散乱していると思いますのでもう一回山にしてもらって、えー、オブジェの周りに少しですねスペースを作っていただけたらと思いますありがとうございますでえっ、ー、とこれからですねえっ、ー、とお話しするフェーズに入るわけですけれども、えー、こんなふうにやっていきたいと思いますえっ、ー、と三つのポイントがありますまず一つずつ説明していきます。 1、えー、一つ目、えーとまあ、誰から始めてもいいんですけどもその最初の方はまず2分間、えー、それがどんな出来事なのかってことを話してください。れれれの時にここここをしてこうやってこれがこうやってうううややったっがまというそのお話ですねこれ2分間です、えー、次に1分間で、えー、と発表者の左隣の方ですねこの人が発表者だとすると左隣の方がその方にインタビューしてあげてください。 ではどういう出来事だったかを言ったので二では隣の方がインタビューする何を聞くかっていうとポイントははつですまずは讃えると <laughs> その出来事の凄さが分からなくても「おーすごいですねもう何かうわあすごいことあったんですね」っ、ま、て、あ、まず、まあ、あのこの形じゃなくてもいいですすみませんなんか讃えるとでその次にその時の気持ちですね、えーっとまあ嬉しかったとかいろいろあると思いますのでどんな気持ちでしたかって聞いてあげてください。 でその3番目は、えー、と準備している時とかそれを行っている時に、えー、何を考えていたのかと、まあ、例えばこういうことに気をつけて準備したんだとかこう,いうやっている間はこういうことを考えていてそれがうまくいったんだとかいろいろあるので、まあ、ちょっとこう C を分析するようなところも入ってくるかなと思いますけれどもたた、えー、える、えー、気持ちを聞くで何を考えていたかを聞くとこの3ポイントで左隣の方がインタビューしてあげてください。いいですかね これが、えー、第2段階ですねで3番目がその後1分間取りますで何をするかというと、えー、その方が語っているそれからインタビューもあると思うんですけどその間にその話の中に出てきているその方自身の強み長所ですねこの方はこういう強みを持ってるんじゃないかもうこれはあの外れててももちろん OK ですいいですかね今日出会って、えー、この体験はまだ3分しかお話聞いてないので。 全然間違ってても、OK、ですこの人にはこういう強みがあるんじゃないかということをまず書くとそれから、えー、その方を取り巻く状況ですね、えー、例えばここにはメンターの存在って書きましたけど周りに支えてくれる人がいるとか事務、えー、の人が優しいとかいろいろあると思うんですけれどもその人自身の強みと、えー、その人の脳を取り巻く状況が持っている強みを付箋に書いて、えー、そのオブジェの周りに貼ってあげてください。でこの 書くこと自体はもう聞きながら「この人こういうとこいいとこかも」って書いてても全然いいので最後の1分で貼ってあげるという感じですねちょっとやることが複雑ですけれどもあとで整理しますいいですかねでこの3番について少し練習をしたいと思います,いいですか、ね、人の強みを見るということの練習をしたいと思います次に現れる人の強みが何か思いつくものを自由にグループ内で話してみてください1分だけ取りますいいですかね 次に現れる人の強みを、えー、グループの中で自由にちょっと話してみてください。あ、この人ってこういう強みあるよねってところです。いいでしょうか。始めます。来ます。まず一人目来ます。はい、この人。<laughs> グループの中で今もう話し合ってください。人の強みとその人が持っている状況の強みを何でもいいです。え、じゃあ一個だけじゃ最初に僕行っちゃいます。優しさ <laughs> とかまあそんなような感じで。 えーと話してみてください。じゃあ用意スタート。はい。えーとじゃあいいですか。ちょっとじゃあ伺ってみようと思います。じゃあオレンジのグループ、えー、なんかでまどんなものありました。三つぐらいちょっと。つぐらいはい。強みは、はい、えーとパンチが強いこと仲間がいっぱいいるのとあと他人に力を与えられる自分、はい、そうです。 こうやってやって食べてごらんって言って食べると元気になるというすごい才能ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。えっ、ー、とまあいろんなもの出てきてると思いますけれども、えー、例えば優しさ強さ空を飛べる、まあ、多くの人を安心させる顔ですよね。で、まあサイ、まあジャムウイんのサポートすごいなっていうのと、まあ食パンカレーパンという仲間がいるっていう,うところがあるかなというふうに思います。で、えー、もう一人いきます。もう一人いきます。もう一人行きます。 この方はどうでしょう。はい、来ました。ということでこれも一分間とります。で、用意スタート。はい。えーとじゃあそろそろえーじゃこのグループどなたかなん何でもいいので三つポイントをあげていただいていいですか。えっとまあ明けない心、明けはい。あと技術力が技術力。必 <laughs> 要 <laughs> な機会。はい。あとなか仲間結集感の結集感。<laughs> <laughs> 紙もそうですよね。<laughs> の多分大量にいますよ、す <laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> えっと、例えば、えっと、こちらでも挙げてみたのは、えっと、折れないこね挑戦する気持ち、まあ、メカの天才、まああの、操作もそうですよねこなんかこ、これで全部、この2本で全部操作するすごい <laughs> あとドキンちゃんはですね、やっぱりいつもきっかけをくれますよね。 あのドキンちゃんがバイキンマン何ん食べたいとかいうのがこう動き出すきっかけで、<laughs> ああいうきっかけを与えてくれる存在ってすごく大事かなと思うんですけど、まあえっ、ー、とこの二人の、えー、人を見て人を見たときに、えっ、ー、とちょっと考えていただきたいのは、まあ強みっていうのはえっ、ー、と見ようとすることで初めて見える見える部分ってありますよね。あのバイキンマンの強みって何何もこう考えてなかったら その人の人強みっってて注目すすることってあんんまりなないいかももしれないんですけども強みを見ようとすると確かに強みはあるなと初めて見ようとすることで初めて見えてくる強みってあると思いますなのでえと何が言いたいかっていうとさっきえと3番でですねえと強みを出すって言ったんですけども強みを見よう強みを見ようっていう姿勢でえとお話を聞くということをやっていただけたらなと思います。皆さんんがバイキマンというわけではございません あのそれぞれあのすごくえっ、ー、と強み持ってると思いますのでそれを見ようとする気持ちで話を聞いてみてくださいよろしいでしょうかいいですかねちょっといろんなことを言ってきましたがえっ、ー、と三段階少しえっ、ー、と図にしますえっ、ー、と一人が二分間かかる、えー、それについて左隣の人がインタビューするそして、えー、強みの付箋を貼るとこの三段階でやっていきたいと思います。 でえー、とこちらでは4分間測りますので4分経ったら、えー、次の人にチェンジするということをしたいと思います。いいですかねあのちょっとここに「拍手は TKG」って書いてあるんですけどちょっと拍手のやり方も少しお話ししたいなと思っていて TKG って何だと思いますで卵かけご飯ですよね一般的には。なんでこうちょっとネバネバとこう。ということではなくてですね <laughs> すいません。TKG は強く 細かく元気よくですイメージはこういう拍手がやっぱり元気出るのでこれでいきたいなと思いますじゃあ一回練習しましょうじゃ TKG で拍手しましょう<手>そうですねこんな感じで、えー、とやれたらなというふうに思いますのでえー、いいですかねこの3三つのことをやるっていうサイクルを、えー、4サイクル、えー、とこちらとこちらは3サイクルになりますけれどもやっていきたいなというふうに思います。よろししいでしょうか じゃ誰からえっと話すかちょっと決めてみてください。いいですかはい、えっ、ー、とじゃあ始めたいと思います。じゃあ語るフェーズをやります。用意スタート。 はい、えー、じゃあ4分経ちました全員のターンが終わりましたんで、えー、最後にお互いに向けて、まあ、全員で拍手しましょう。はい、<laughs> という感じで、えっと、今すごく対話をしてきたわけですけれども、えー、ここからですね、えー、今目の前には多分いろんな人が書いてくださった強みが出てると思うんですけども、えー、ここからはちょっと未来へ。 今まで振り返るってことをやってきたんですが、未来へ向かっていくようなことを少しやっていきたいと思います。えー、どういうことかというと、えっ、ー、と周りの方にえっ、ー、と付箋に書いてもらった強み、えー、っていうのがありますよね。えー、今目の前には他の人が書いてくださった強みっていうのがあると思います。それプラス多分自分の中には 自分で認識してる強みっていうのは少し気恥ずかしい部分もあるとは思うんですけれどもえ自分自身の強みであるとか今の状況がどういう強みを持っているかって自分の中の思いもあると思いますこの両方を踏まえてえ何をするかというとえ来年度の抱負ですね来年度の抱負えいろんな強みを生かしたら来年度こんなことできるかもしれないとか来年度こんなことやってみたい。 っていうのをです、ねえー、今から抱負カードに書いていただけたらなと思うんですその抱負カードって、まあ、これですねこの、えー、と周りにハイビスカスがついているのが、えー、とちょっとグループの中にあると思いますちょっっと配ってていいいただいてよろしいですか、えー、この中にです、ねえー、と来年の抱負こんなことやってみたいみたいなのを例えば、えー、ちょっと例と企業との共同研究みたいな一言でいいので、えー、表して、えー、来年やりたいことというのをワンセンテンスあるいはワンワードで。 表してください。いいですかね。三分で考えて、あとこれもえっと二分で一人2分でこんなことやってみたいなと思ってますっていうのを共有したいと思います。よろしいですか。やること分かりますか。来年の抱負をカードに書くということですね。や三分間取ります。ここまで結構喋ってきたんですけども、この3分間は静かに取りたいと思いますので、来年の抱負を考えてみてください。用意スタート。 周りの方に書いてもらった強みをあの全部踏まえなきゃいけないとかそういうことでは全然ありません、えー、そこからなんか発想した何かでもいいですし自分が思う強みでもいいですし、えー、その強みを生かしたらこんなことできるんじゃないかなっていうことをですねちょっと考えてみるという形です。こここででで書いいいいたからら必ずやなななきゃけともの えー、すごく実現可能性シビアに考えるといろんなことあると思うんですけど、まあ、目標とか,なんかこんなことやってみたいなこうチャレンジしてみたい気持ちが少しでもちょっと湧いたところでも何かあったら何かこう、えー、書いてみていただけたらと思います。 こういうい静かな中だとティンシャーがこういい感じの空気を <laughs> 作ってくれるかなと思いますけれどもじゃあここからですねちょっと今静かにえっと考えてきましたけれども1人2分間ですねですので計8分間おっておりますのでえーこんなこうカードをもとにですねまあこんなことしたいと思ってるんだってことをえ共有してみてください,い。じゃあ,あの始めたいいと思まますえ共有タタイムを取りましたよーいスタート はい、えー、じゃあ時間が経ちましたので、えー、これも最後にお互いに拍手して終わりましょう。 はいあのー、いろんなそれぞれの方の抱負が出てきたと思うんですけれども、まあ、来年度ですね、まあ、東大というこの海で、えー、にまた飛び込んでこう泳いだりするわけですけれども東大という海でさまようようなことがあった時にはこのカードを見てあそういえばあの時はこういうことをやりたいと思ってたよなちょっとこれやってみようかなみたいな感じで何て言うんですかね迷った時の道しるべといいますかそういうような感じで使っていただけたらと思うんですけれども海で迷った時の道しるべってったら何ですかね。あ ありがとうございますということで東大になったらなというふうに思ってますのでこのカードを大切にしていただけたらと思いますこれでワークに終わりたいと思いますでえっともしよかったらカードをですねえっと各グループに名札入れがありますのでちょっとそれに入れていただいてえっとそれをここから使えればと思いますのでちょっとじゃあ入れてみてください。 これをですね、これから情報交換会で使えればと思いますので、じゃあ、これで。えっ、ー、と、ワーク2を終わりたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではですね、今日のワークショップの、まあ、ワーク、えっ、ー、と、活動はですね、ここで終わりになります。で、終わりの挨拶ということで、まあ、私の方から一言ですね。まあ、皆さんへのメッセージというか、あの。 ま私自身へのメッセージでもあるんですけれどもえっ、ー、とお伝えしたいなと思いますま今日皆さんこのダイブというプロジェクトのワークショップに参加していただきましたで、皆さんはまさにダイバーなんですね今今の状態皆さんダイバーなんですということでまあ、東大という大会をぜひ泳ぎ切っていただきたいなというふうに思っています であの実はですね昨年からこの「DIVE」というプロジェクト始まりまして昨年のワークショップに参加した方々がですねすでにアラムナイメールエイリアスというのに登録されていまして是非皆さんもですね今日参加された方に関してはそちらの方に登録させていただければというふうに思っています。で今後の情報交換ですね。まああの こういうこと、いいことありましたでもいいですし今度こういう試みなんかワークショップとか研修あるんですけど皆さんもぜひ行きましょうとかそういう情報交換でもいいですしあとは去年はですね4月ぐらいに懇親会をあの、まあ、参加された方々であの企画していただいて懇親会をしましたであの、まあ、そういうのもぜひ歓迎ですのでぜひここでできたつながりを今後も継続していただければなというふうに思っております。で 万が一、あの、いや、メールエリアス、ちょっと登録嫌だなっていう方がいらっしゃって、あの、こっそり教えてください。では、今日のワークショップは以上になります。どうもありがとうございました。